今年3月の大相撲春場所限りで現役を引退した元幕内のテルツ強29が格闘家に転向した理由を明かした。写真、現役時代の照強2023年2019年名古屋場所で12勝を挙げて関東賞の受賞経験もあったが3月に持病の糖尿病の悪化が原因で引退9月に異種格闘技の巌流島でデビューし、ミソンを 韓国に2ラウンド TKO 勝ちを収めた。18日に取材に応じた照強は、ずっと若い時から格闘技には興味があったし、やりたいと思っていた。8月に巌流島の谷川、貞治、プロデューサーからオファーを受けて、ちょうどいいタイミングだったのでいいですよ、と2つ返事でといきさつを明かす。大相撲引退から半年で格闘家としての初戦。力士時代との違いいについては 相撲には基本打撃技がないけど格闘技には打撃があるので感覚は全然違う。それれででも打たれ強さは相撲で土